あれステップが17なんで。あ、そうか、17か。17です。うちもマイナー2なんだ。たまたまね、たまたま17だったわけ。そこ違うよな、1と2の差っていうのは、ね。まあ、17の弊害もあるけどね。やっぱ相手がサンフリアザ持ってなかった時のやっぱ最速フォアしかすごい強いわけだから、やっぱサンフリアザ変わらず、マジジャックキックにミスとかじゃないもんね。ミスじゃないね、あれはワンセットですよ。そう、先生別にお、いい意味だよ。ギリギリ先生は本当に強い人って。え、なんでこういうやり方すんのかな。いや、で多分これなんだよ、真の姿。違う、やっぱり、やっぱりこれなんだよ。先生は真面目にやるから、ちゃんと結局ステップ込まなきゃ。弊害結構あるよ。あーっと、フライングセス。あ、間違えた。今の間違えた。多分合ってるよね。うまい。これやっぱな、セス使いの方はね、みんなやるよね。バックステにも他人の垂直ジャンプよう見てますわ。そうなんですよ。危ない、危ない。おおおお。いや、今のは受け身取る内容の積極です。そうですね。フライングですね。あそこでも技出しちゃうと、丹田エイジに引っかかっちゃうから、そう読みなんだよね、ステップ2が。確かに。すげえ。一回やっぱレッカー当たると、落ち着けそうなと思うんですけど。空間を取った。なんでドヤ顔してみたの。いや、違う。俺にちょっとフェーロンはみたいな感じで言った。なんか文句言われる。いや、言わなかったよ、あえて。うわーって言おうかなと思って。多分次回作はレッカーの2ヒットのあれが入ってるんですけど、ちょっとむずいよね。どうやって判断するの。あれ多分 EX レッツでしょ。いや、リークするとダメなんですよ。え、ダメなの。ちょっとお手洗いします。やばいよな、5000円いかないよな。もう一回。もう一周。